こんにちは、スピリチュアル芸術家の中野陽介です。皆さん元気ですか？元気で楽しい一日を過ごしていることを願ってます。いやいいですね。本当に素晴らしい時代になりましたね。去年からその風の時代という節目に入って、僕たちが思ったことがより早く、今まで以上に現実的になるのが早くなってる時代に突入してるんですけど、それをもう本当に毎日ありありと今感じてます。こうやって YouTube と、SNS、インターネットを通じて、こう本来だったら出会えないはずのあなたに、皆さんに出会うことができてる。こんなに簡単にサクッと、これだけでとてつもなく早いことじゃないですか。とてつもなく素晴らしいことだなと思います。本当に加速してるなって感じます。で、2019年に初めて本を出版したんですけど、その時は100社の出版社に電話とメールを入れて、出版してくれるところ、僕のこの本の感性を感じてくれる人を探したんです。で、なんとか2社見つかって、その中で、1社にして出版になったんですけど、なんだかんだやっぱり1年2年ぐらいざっくり、かかりましたね。でも最初はやっぱそれぐらいかなと覚悟してたので良かったんですけど、でその後僕はちょうど今年、去年、先月ぐらいに Kindle、 Amazon の Kindle 本を1ヶ月で3冊出したんですよ。これのこの驚異的な速さ、これにはね、本当に痺れましたね。本当に僕も、いや本当ありがたい時代に生まれたなって思ってました。今 Amazon は、日本では5000万人が使っていると言われてて、約2人に1人、日本人口の半分の人が使ってるサイトの、Kindle 電子書籍というコーナーで、0円で誰でもサクッと本を出版できる時代なんですよ。これほどありがたい時代はないなとか思いましたね。で、もともと書いていた原稿なので、そんなスピーディーに出せたんですけど、それにしても昔考えるとそんなことは絶対できなかったので、本当に今楽しいですね。思ったこと全部早く現実になるんだなと思ってるので、とにかく自分がワクワクすること、楽しいこと、超最高にこう歓喜して喜んで生きてる生きがい、手応えを感じれるものをとにかく妄想してイメージするようにしてます。でそれは漏れなく結構な速いペースで僕の現実の中で目の前に現れてます。この風もそうですよね。いいね、なんかまったりしてますけど、僕は結構こういうまったり系なので、最近本当にゆったりいきます。あんまりこうね、飾ってもしょうがないので、どうせバレるし、ありのままでいくしかないですよね、人生は。そう思ってます。ただね、昔は特に19歳からロサンゼルスに行った5年間あたりの時は、もう情熱とやる気が燃えに燃えまくってて、オーラ全体真っ赤みたいなね、もう真っ赤っかに燃えてたんですよ。洋服とか真っ赤い洋服着てたしね、とにかく燃えてましたね。やる気と希望と情熱しかないような、根拠ない自信しかないような人間でした。でもその後、うつ病とかを体験してブルーになったんですよね。オーラがブルーになって、ブルーが本当に好きになってね、青ってなんて美しいんだろうって、青の美しさが分かるようになったんですよ。で、いや心地いいな、素敵だなと思って、水とかさ、空とかね、
冷静とかこうクールな青ですけど、で青の時代があって、で赤と青を合わせると紫になるんですよ。で最近はね、紫と黄色と金、ここら辺の色が行ったり来てる、してる感じのような気がしてます。で紫はこう愛情とかね、情愛の色なので、魔力的な魅力的な色なので、紫の時代も 今もちょっと紫ですねの時代だし、で紫の反対は黄色なんですよ。で黄色は希望の色、光、未来の色なので、あの僕の人生の中でずっとある色ではあります。でそれをちょっと超えたところに黄色という、こう英知の色があるんですけど、黄色も僕の中ではあの結構掴んでてあるなと自分の中で感じてるところは多々あります。そんな風にこう色でね、人生とか世界を見ていくと面白いですよね。僕はそれは絵を描いてて自然と養った、こう培った技術というか能力でしたね。たくさんの色と形に触れて絵を描いてると、どうしてもその色の奥が見えるようになってくるんですね。色の波動とか感じ方とか、色が織りなす世界観、こういったものをこう感じれるようになってきて、でそれが人間、動物、アリさん、動物さん全部あるなっていう風にもこう感じるようになって、で人間のこうオーラね、ある色があるので、なんかそういうのはなんとなく感じれるようにはなってきましたね。楽しいですよ。何の話からこんな話になったんでしたっけ、忘れちゃいましたね。まあいいや。はい。まあ今日はこんな感じで。またお話しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、なんかポジティブなコメント、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあね。